プロデビューで10万。おお、ファイトマネー例えば10万円だったらチケット5万円現金5万円最初は本当チケット売ることに必死。こんにちは、サイソン和也です。引き続きひろやさんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはお金です、はいはい、15歳で格闘家のプロデビューをされて、はいはい、15歳の時に一番最初にファイトマネーをいただいたんですか。そうですね、はい、最初15歳の時に。その15歳の時にいただいたファイトマネーっておいくらぐらいだったんですか、はい、ちなみにいくらぐらいだと思いますか。15歳ですよね、はい、10万円ぐらい。あ、最初のプロデビューで15歳でもらったのは50万です、ね、おお、それすごいっすよね。そうですね、格闘家としては高額だと思いますね。それって15歳のプロデビューで50万円という大金をもらったので、はい、どうしてそんな高くもらえたんですか。まあ、それはまあ僕がマサト2世っていうふうに言われて K-1 で初めて若手の子とかを出すっていうのきっかけになって、でまあ K-1 で大きい舞台でなかなか前例がないこと、みんなこう基本的にはこう小さな大会の一番最初にデビュー戦のオープニングマッチみたいな感じでやってって実力を上げて K-1 の舞台に上がるっていうのが普通だったんですけど、僕はもうそこでデビューをした感じなのでですかね、はい。一個気になってるのがファイトマネーって試合に勝ったらいくらっていう形なんですか。いや、基本的にはもう試合に出たらですね。あ、出たらもらえる。そうなんだ。じゃあ試合に勝ったらまたオプションで別でもらえたりとかっていうのもあるんですか。そういう時もありますね。例えばトーナメントとかで優勝したら優勝賞金みたいな感じで出たりもしますし、あとは、まあファイトマネーの決める時に条件として例えば勝ったらいくらプラスねみたいな感じの話になったりしますね。ひろやさんが今まで一番もらったファイトマネーっておいくらぐらいだったんですか。でもそんなに高くないですね、全然何十万とかぐらいですかね。おー、はい、1試合ですもんね。そうですね、まあ、でも普通に考えたら試合できるのって3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回とかなんで、まあ、試合で言ったら本当に10分ぐらいしかないですけど、はい、3ヶ月とかこう試合のためにこう費やしてるわけじゃないですか、いろいろ。だからそれで考えたらすごい少ないなと思うんですけどね。あ、確かに、でもそうかもしれないですよ。今の格闘技ってお金に関しては結構夢ってあるんですか。まあそうですね、本当に上り詰めたらある程度のお金はもらえますし、まあ、あと格闘家は試合をして試合を組む団体からもらえるファイトマネーと、あとは別でその試合に出場するにあたって、まあ、広告じゃないですけどスポンサーとかを募集してパンツにワッペン貼ったりとか、そういうのは大体もう個人でやるけど、そういうのが副収入として入ってきたり、あとはまあチケットを売ることによって、まあ、多少の利益が生まれるまで手数料として、なのでまあそうですね、すごい上手い選手とかはこう自分で営業してスポンサーを獲得してっていう人とかは、まあ、ある程度の選手だったら結構多分稼いでる人とか多いと思いますね。ひろやさんの その今のパンツだったり T シャツっていろんな企業さん入ってるじゃないですか、はいはい、これはご自身で営業されてるんですか。これはそうですね、ジムの T シャツなんですけど、はい、まあ、ジムとして営業して獲得したスポンサーですね、はい、ひろやさん個人で営業されるんですか、はい、これはジムで昨年クラウドファンディングを実施してそれでついていただいたスポンサーの方々なんですけど、基本的に、まあ、ジムのスポンサーっていうのはあんまり募集はそんなにしてないんですけど、自分がこう現役としてしっかりこう格闘技をやってた時はあんまりこう営業とかが苦手でそういうことができなかったんですけど、でも今になってこうそういうのはすごい大事だし、こう自分がこう表舞台に出てやるっていうのを広告にできるわけじゃないですか、だからそこを利用しないでどうするんだっていうふうにまあ思い出して、まあ、選手たちには結構言ってますね、はい。プロの格闘家でアルバイトされながらやってる方とかもいらっしゃるんですか。もう多いですね、はい、ある程度実力がいってこうスポンサーとかを集めれるようになったら働かずに試合に集中してやっている選手とかもいるんですけど、もう本当最初はみんな基本的に何かしらアルバイトだったり仕事をしながらやらないと食べてはいけないので、うん、みんな仕事してますね。ひろやさんも若手の頃アルバイトされた経験とかあるんですか。ないんですよ。じゃあもうずっと格闘技だけで。そうですね、はい、すごいですね。
まあ、僕がデビューしたのは15歳で高校生だったんですけど、まあ、その時はタイに留学をして、で、まあ、学費とかはまあ親が払ってくれてたんですけど、うん、まあ、それで、まあ、帰ってきてからはすぐこのジムを作ったので、まあ、ジムで多少トレーナーみたいなことをやったりもしてたんですけど、アルバイトっていうアルバイトはしたことがなくて、逆にやってみたいなっていうのはありますけどね。なんか好きなアルバイトしていいよって言われたら何やりたいですか？おしゃれな飲食店とかで働きたいな。それは作る方ですか、それとも持っていく、持っていく方ですかね。いろいろやってみたいですね。経験って大事じゃないですか。あ、うん、一番は今おしゃれな飲食店 ですね。なんか居酒屋とかだったら酔っ払いとかに絡まれてめんどくさい。酔っ払いに絡まれても倒せますもんね。まあそうですね。倒せます。一気になってたのは、はい、ファイトマネーっていつぐらいに入ってくるんですか？はい、ファイトマネーは団体によりますね。はい、基本的には試合の2週間後とかだったり、翌月末のところもありますしって感じですかね。まあその月の月末とかいろんなところがあるんですけど、ファイトマネーってじゃあ10万円だったら10万円の現金かっていうとそうじゃなくて、その選手だったり大会の規模だったり団体だったりにもよるんですけど、ファイトマネーは例えば10万円だったらチケット5万円と現金5万円で、チケット5万円だったら5万円のチケットをもらってそれを売ったら利益になるみたいな、まあそれがファイトマネーになる、間接的にお金になるっていうパターンもあって、最初本当デビュー戦とかだと大体もう全部チケットとかですね。でもファイトマネーって言われてもチケットが送られてきて、そのチケットを自分で売りさばかないと現金にならないってことですか？なんで最初は本当チケット売ることに必死になりますよね。そうだったんですよ。僕ファイトマネーって例えば10万円だったら10万円がそのままそっくり入ってくると思ってた。まあ団体とかにもよると思うんですけど、はい、基本的には本当チケットがファイトマネーの一部みたいなところはほぼほぼ多いと思いますね。それが当たり前になってます。ね、じゃあもうみんなにチケット売っていく感じですね。そうですね。営業ができる選手は本当強いと思いますね。逆に選手で格闘技としても強くて営業もできる選手っていらっしゃるんですか？はい、格闘技として強いかはわからないけど、浩二選手はすごいんじゃないですかね。格闘技として強いかはわからないですけど、はあはあ、すごいなって思うのが、はあ、チケットもすごい売るっていうことは聞きますし、スポンサーとかもすごいと思いますし、まあ、そういう、まあ、選手とかすごいマメなんだろうなって思いますね。まあ、細かいことに目が行き届いたりとか、連絡とかも本来は多分スポンサーになるってことはこうビジネスとして成り立つことが大事だと思うんですけど、でもやっぱり格闘技のパンツにワッペン入れたところでっていうところはあるじゃないですか、広告として。まあなんでやっぱりこう応援してあげたいっていう気持ちがあって、まずスポンサーになるならないっていうことが生まれてくると思うんですけど、応援したいって思ってもらえる選手になるためにやっぱり日々心がけてることがちゃんとあるんだろうなっていうのは思いますね。でもひろやさんもいっぱいスポンサーついてて、はい、日々なんか心がけてることとかってあったりするんですか？お世話になってる人には感謝するってことはありますし、まあ可愛がってもらうためにどうするとかそういうのは考えてないですけど、そんなに。まあでも人間として当たり前のことをするだけじゃないですけど、お世話になってるんでお礼もしますしって感じですかね。はい。でも僕はこう営業がすごい苦手でこう遠慮しちゃうところがあるんで、まあ、そういうところはもうちょっと断られて当たり前ぐらいの感じで営業できるようになれたらいいなって思いますよね。僕ずっと営業マンの方で、はい、営業お伝えします。あありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のファイトスコープ、格闘家にとって営業力はとても大切。